いた。隠れろ。姿が元に戻っている。一体やった、みんな元に戻ったぞ。とりあえずこいつらを隠せ。ブーはまだ気づいていない。よし、すぐにブーのところに戻るぞ。じゃねえか。うわっ、うわっ、うわっ。そんな、まさか、戻ってる。戻ってる。どういうことじゃ。ビビディの作り出した魔人ブーは邪悪そのもので、ビビディ本人の手にも負えない失敗作だったのですが、温和な大海王神様を吸収することでなんとかコントロールできるようになったのです。ということはじゃ、今のあの小さな魔人ブーは最初の一番厄介なやつじゃと。はい、吸収によってパワーを減らしてまで手に入れた心がまた元に戻ってしまった。自制心が全くない悪そのものの存在に。なんだあれ。いきなり地球をぶっ飛ばそうとしやがった。ふざけやがって。おいブー、この星をぶっ飛ばすのは貴様の勝手だがな、俺たちと戦ってからにしたらどうだ。ギー、あんなの跳ね返せねえぞ。ベジータこっちだ。みんなと瞬間移動する。はっ、捕まれ。ダメだ、間に合わねえ。この一瞬じゃ瞬間移動できねえ。おっ、おい、粉々になった魔人ブーが。おい、お前のポタラを悟空たちにやるんじゃ。もう一度合体すればあんなの楽勝じゃろ。はい。いや、そいつはもういいよ。え？やっぱそいつはさ、オラたち向きじゃねえんだ。自分一人の力だけで戦えてんだ。あいつももう合体してねえんだし。よく言ったな、カカロット。それこそがサイヤ人だ。うん、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 
あの野郎、さっきの瞬間移動を見て反応。まあいい、どっちにしてもやるんだ。頼む、みんなを連れて。はい。くそ、しょうがない奴らじゃ。 この海王神海は滅多なことでは壊れません。頑張って。あ、しまった。あのサタンとかいう人間を忘れてきてしまいました。構わん、ほっとけ。よし、どっちから行く？決めようぜ。じゃんけんポン。よっしゃー、イエーイ。この目で見せてもらうぞ、スーパーサイヤ人3というのを。ああ、行くぞブー。ん？あ、ね、寝てやがる。やろう。な。いよいよ始まるか、全宇宙の命運をかけた最後の戦いだ。行くぜ。
だよ。お前はなんとなく分かった気がする。なぜ天才であるはずの俺がお前にかなわないのか。守るべきものがあるからだと思っていた。守りたいという強い心が得体の知れない力を生み出しているのだと。確かにそれもあるかもしれないが、それは今の俺も同じことだ。だがカカロット、お前は違った。勝つために戦うんじゃない、絶対負けないために、限界を極め続けるために戦うんだ。だから相手の命を絶つことにはこだわりはしない。お前はついにこの俺を殺すことはしなかった。頭に来るぜ、戦いが大好きな優しいサイヤ人なんてよ。バキャロー、こっちは本場のカメハメハだ。頑張れカカロット、お前がナンバーワンだ。